龍馬はそれはそれは妙な男でして、まるで人さんとは一風違っていたんです。少しでも間違ったことはどこまでも元を正さねば承知せず、明白に謝りさえすればすぐに許してくれまして、この後はカクカクせねばならんぞと丁寧に教えてくれました。幕末の風雲児坂本龍馬、新旧の勢力がせめぎ合う転換期の中で、次に来たるべき世の中の姿が誰よりはっきりと見えていた男でした。その龍馬を妙な男と呼んで寄り添った一人の女、その名をお龍。あの坂本龍馬をして面白き女と言わしめた人物でした。二人は幕末の動乱の中で恋に落ちます。ある時はお龍の機転が間一髪刺客の刃から龍馬の命を救いました。危険と隣り合わせのむつみ合い、日本で初めてのハネムーン、男は女に新しい世の中を語って聞かせました。もっと平和で、もっと広々とした、もっと自由な時代、それはもうそこまで来ていました。慶応3年11月15日龍馬暗殺。新しい時代の到来を見ることなく男は世を去ります。後に残された女一人は明治を生き抜きました。その時歴史が動いた。今日は幕末の志士坂本龍馬と龍馬が愛した女お龍、その出会いから別れまで3年余りの物語をご紹介いたしましょう。こんばんは、皆さん、松田です。その時歴史が動いた、今日のその時は慶応3年1867年、明治維新はその翌年ですから、まさに新しい時代の前夜ですね。前の年のその年も深まった11月の15日といたしました。この日はあの坂本龍馬が暗殺されたその日であります。この龍馬につきましては今更説明を新たに加えることもないと思いますが、要するに土佐出身のですね、薩長同盟、あるいは戦中八策、さらには海援隊等々、その時代を動かすことにその奔走した幕末の志士でございますが、今日は今日のその時をですね、この龍馬を愛した一人の女性の目から見てみたいというふうに思うんです。その人の名前はお龍さんと言います。龍馬が最も輝いていた彼の死の前の3年余りをですね、共に過ごした女性でございます。龍馬という人は非常にこの筆まめな人でありまして、130余りの手紙を残しています。お龍さんにも随分いっぱい手紙を送ったと思いますけれども、この分については、龍馬が死んだ後ですね、お龍さんは土佐の海でみんな焼いてしまったと言います。しかし今日はその残された130余りの手紙と、それから龍馬の死後、龍馬について語ったお龍さんの回顧談の資料なども元にしながらですね、二人の愛し日々をたどってみたいと、このように思います。さあ今日は、今日の番組はまずは黒船来航、そのあたりから話を起こしていくことにいたしましょうか。西暦1853年、浦賀沖にアメリカペリー提督率いる4隻の黒船が現れました。武力を背景に開国を求めるペリーの強硬な姿勢に日本中が衝撃を受けました。押し寄せる欧米列強の圧力にどう対抗するか、
鎖国を前提とした江戸幕府の統治は根底から揺さぶられました。新しい時代は船から始まると考えた人々がいます。神戸海軍塾は勝海舟の指揮の下で日本自前の海軍を作ろうとしていました。その塾頭を務めていたのが土佐出身の志士坂本龍馬。彼は朝のごとく乱れる情勢の中で明快なビジョンを持っていました。土佐の実家の姉に宛てた手紙の中で龍馬は大きな志を語っています。日本を選択いたし申し候、これまでのしがらみを一掃した新しい時代を見据えていました。龍馬は志士として京の都でも活躍します。朝廷が置かれ藩邸が軒を連ねる京には新しい国づくりを目指す志士が数多く集まっていました。龍馬の定宿寺田屋、その宿で働く6つ年下の女性に龍馬は心を惹かれていました。その女の名をお龍。龍馬はお龍の龍の字が自分と同じことを知って興味を持ったといいます。初めて会うた自分、お前の名の龍はどういう字かと問いますから、カクカクと書いてみせると、それでは俺の名と一緒だと笑っておりました。お龍は京の都で医師の娘として育ちました。元は裕福だったといいますが、父親を亡くして暮らしは貧しくなり、寺田屋で働くようになっていました。龍馬は土佐の実家にお龍を紹介しようと手紙を送っています。右女は誠に面白き女。お龍を語る言葉は一段と弾んでいます。宿屋で働いているのに炊事などはまるでできない。その一方でお茶やお花、香を聞くといった類の心得は大したものだ。龍馬が何より気に入っていたのがお龍の切符の良さでした。後にお龍自ら語ったこんなエピソードが残っています。伏見でいた自分、夏のことで暑いから一晩龍馬と二人でぶらぶら涼みがてら散歩に出かけまして、だんだん夜が更けたから話しもって帰ってくる途中、五六人の新選組と出会いました。夜だからまさか坂本とは知らんのでしょうが、浪人と見れば何でもかんでも叩っ切るというやつらですから、わざと私らに突き当たって喧嘩を仕掛けたんです。すると龍馬はぷいっとどこへ行ったかわからなくなったんで、私は困ったが、ここぞほぞの据え時と思って平気な風をして、あんたら大きい声でなんですねと懐でで済ましていると、浪人はどこへ逃げたかなどブツブツ怒りながら、私には何もせず行き過ぎてしまいました。私はほっと安心し三市町を行きますと、町の角で龍馬が立ち止まって待っていてくれましたがね、あんた私を置き去りにしてあんまり水臭いんじゃありませんかと言うと、いんにゃそういうわけじゃないが、あやつらに引っかかるとどうせ刀を抜かねばすまんから、それが面倒で隠れたのだ。お前もこれぐらいのことは普段から心得ているだろうと言いました。激動の幕末、
常に危険と隣り合わせの京の町で男と女は出会いました。時に龍馬30歳、お龍24歳、龍馬暗殺、その3年余り前のことです。ゲストのご紹介です。作家の谷村志保さんでいらっしゃいます。若い読者の方には海猫のあの谷村さんでございますがどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いきなり大きな質問をいたしますが、はい、その作家の目というか谷村さん女性の目から見て龍馬っていうのはどう映るんですか。ちょっとあえて言うと、あ、甘えん坊な人だったんだなっていう感じがしましたね。そのお姉さんにね、随分手紙を書いているようだし、それからそのお龍さんにもね、このぐらいじゃあお前は大丈夫だろうっていう、その強くあってほしいっていうふうにどこかで思ってるわけですよね。甘えてるわけですよね。で、女の人に甘えられるっていうのはでもやっぱり強い男だってことですよね。ああそうか、女の人に甘えられて、でもそれをさらけ出すことはかえって強いんだと。と思いますね。もう一方でこの大きな世界をちゃんと自分で持っていて、自分でこう戦う場所もあって、向き合ってるものがあるのだから、その女の人の前でまで威張ろうとしてないですよね。なるほど、このお龍さんは龍馬と会った時にどんなふうに思ったと思いますか。一瞬で惚れたんじゃないかと思う。一瞬でね、スケールが大きい者同士がこう互いにこう生きてきて、お互いにいつもでもどっか孤独ですよね、そのスケールが大きい分で。ずっと孤独に生きてきた者同士がパーンと会って、同じこう何か似たもの、何かこう二人でいるとあの束の間こう安らげるというようなものを感じたんじゃないかなと思いますけど、幕末の激動の中でですね、一瞬にして恋に落ちた男と女、男の方は歴史を動かす大きな使命を持っていました。龍馬がお龍と知り合って間もない元治元年、京の都は大きな騒乱の渦に巻き込まれます。御所の前で長州軍と幕府軍が激突、町が炎に包まれました。騒乱の余波冷めやらぬ明くる慶応元年の4月、龍馬はお龍に告げました。旅に出る。汽船に乗って向かった先は薩摩。幕末の政局の鍵を握る大半でした。先の騒乱では幕府の側について長州を討った薩摩、この薩摩を解いて長州と同盟させる。龍馬の胸には途方もない構想がありました。それまで幕府側に立っていた薩摩藩の内部に変化が生まれていました。藩の実権を掌握した西郷隆盛らは幕府に代わる新しい政権の形を模索し始めていたのです。長州と和解したい西郷の意思を龍馬は長州に伝えようとしました。同盟の成否はこれまでの行きがかりから薩摩に対して遺恨を抱く長州の説得にかかっていました。長州馬鹿今の下関、龍馬は桂小五郎と相対しました。薩摩への不信感が拭えない桂に龍馬は取引を申し出ます。薩摩が購入した最新式の銃を龍馬の船で長州に運ぼうというのです。慶応2年1月22日龍馬の仲立ちのもとに薩長は同盟を結びます。2つの大半が倒幕で一致したことで
歴史の歯車は大きく動き出しました。龍馬は桂小五郎の頼みを受けてこの名役の裏書きをしています。坂本龍、藩のためではなく日本のために必要なことは何か。立場やしがらみにとらわれない一介の浪人が時代を変える同盟の立役者になりました。薩長同盟締結の翌日、龍馬はお龍の待つ寺田屋に戻りました。大きな仕事を一つ成し遂げた男。しかし二人には一息つく間もありませんでした。龍馬はつけられていました。午前2時ごろ、100人を超える幕府側の取り手が寺田屋を包囲しました。異変をいち早く察知したのはこの時風呂に入っていたお龍。素早く庭へ飛び降り、濡れ肌に合わせを引っ掛け駆け上がって龍馬に急を告げます。知らせを受けた龍馬は素早く6連発の銃を装備して待機。侵入してきた取り手に対し拳銃数発を発射。取り手が一瞬ひるみました。龍馬はこの隙をついて裏口から飛び出します。一方お龍は龍馬とは別方向に駆け出しました。身元が割れぬよう注意しつつ薩摩屋敷を目指したのです。人のいるとこは下駄を履いてそろそろと知らん顔で歩き、人の見えんとこは下駄を脱いで一生懸命走りました。お龍の知らせを受けた薩摩藩は速やかに龍馬の身柄を確保、藩邸に引き取りました。二人は薩摩屋敷で刀傷を癒しながら一月近くを過ごします。お龍を折ればこそ龍馬の命は助かりたい。龍馬が家族に宛てた手紙です。絶体絶命の危機を乗り越えて絆を深めた龍馬とお龍。二人は結婚します。お龍が龍馬との仲を詠んだ歌が残っています。思いきや宇治の為替の末ついに君と伏見の月を見んと。考えたこともありませんでした。あなたと同じとこに伏して一緒に月を眺めようとは。時に坂本龍馬暗殺、その1年と9ヶ月前のことです。まあ結果として彼女のお龍さんの機転で危機を出したわけですが、です、ね、やっぱりその惚れた強みって変ですけど、やっぱりそのそこに自分の愛する人がいると、うん、いつもよりもっとその自分の中でエネルギーが湧いてくるっていう時がありますよね、うん、なので彼女もその龍馬を助けたいっていう一心でこの時にそのありとあらゆる自分の中の知恵とかその起点みたいなものが湧き上がってきたんじゃないかっていうふうに思いますよね、うん、全てうまくいってますもんね。女の人って男を好きになるとその男の人が自分の世界の中心になるっていうところがあると思うんですよね。そうするとこの男を何とかしてやりたい、
この男をそのやりたいことをやらせてあげたい、その夢を叶えさせてあげたいって思うのがその女だと思うんですよね。でお嬢さんってすごく切符はいいし肝は座ってるけれどもやっぱ女っぽい人ですよね、もう本当に危機一髪でですね、お嬢さんの機転で龍馬は難を逃れるわけですが、でまあ2人は結婚する、そして、次に2人は旅行に出かけるんですね。でこれがどうも皆さん日本初の新婚旅行だったようでございます。慶応2年3月、龍馬と龍は鹿児島へ向けて船出します。幕府の必要な詮索から逃れるため西郷隆盛が進めたことだったといいます。二人を乗せた船は瀬戸内海の島々の間を縫って西へ進んでいきます。甲板で龍馬がお龍に語りかけました。なかなか風景の良い海じゃろう、お前は船が好きじゃから天下が鎮静して王政回復の暁には汽船を一隻こしらえて日本の沿岸を回ってみようか。龍馬の誘いにお龍が応じます。私は家なぞはいりませんから、ただ丈夫な船があればたくさん、それで日本はおろか外国の隅々まで残らず回ってみとうございます。今日の都を出て10日、船は鹿児島に着きました。鹿児島で西郷らの艦隊を受けた後、二人は湯治場巡りの旅を始めます。日向山、潮浸し、そして霧島の温泉郷。龍馬はこの新婚旅行の様子も土佐の実家に手紙で知らせています。谷川の流れにて魚を釣り、ピストールを持ちて鳥を撃ちなど、まことに面白かりし。季節は初夏。輝く光の中でお龍が言い出しました。山に登ってみたい。言い出したら聞かないから連れて行ってやろう。龍馬はおやつのカステラを持って霧島高千穂の峰に行くことにしました。思いついたこととはいえ、岩が転がる登山道をわらじで進みゆくのは容易ではありません。山坂焼け石ばかり、男児でも登りかねるほど。焼け土サラサラ、少し泣きそうになる。坂を登りきると急な崖が切り立っていました。左右目の及ばぬほど下が霞んでおる。あまり危なく手を引き行く。ようやく頂上に到着した龍馬と龍、そこには奇妙なものがありました。地面に青銅でできた大きな矛が逆さまに突き刺さっていました。思いもよらぬ天狗の面があり、下におかしき顔つきにて大いに二人が笑いたり。
逆鉾を見たお龍が言いました。向いてみとうございます。驚いたのは友のものでした。抜けば火が降ると昔から言ってある。どうぞやめてください。しかし龍馬は笑いながら、やってみよう、難しけりゃ手伝ってやると言い、ついには二人で左右からえいやと引き抜いてしまいました。何者にもとらわれない自由な、そして平和な時代、高千穂の山頂から龍馬とお龍は新しい時代の光を見ていたのかもしれません。二人で存分に楽しんだ新婚旅行、時に龍馬暗殺、その1年と8ヶ月前のことです。日本を回ろうかと船で、はい、龍馬が言ったり、私は家いらないから船に座ってそう世界回りたいという、うん、これある意味龍馬よりもお龍さんの方がちょっとスケール大きいんじゃないですかね。龍馬は器の大きい男ですよね、うん、でその器の大きさにお龍さんは触れますよね、やっぱりその都度、うん、その女にだって器があるっていうか、女の器の見せ所を次々発揮してってる感じがするんですよ。でキャッチボールみたいなものでね、人と人ってこっちがポンとなんかこう器の大きさを見せると、その私だってこうなのよっていうところがちょっとありますよね、それをまあ無邪気に出し合える相手だったんだと思うんですけど、逆鉾なんかもそうですよ、本当にいけないんですもんね、見てみたいとお龍さんの方が先に行ったと。やっぱり今時の言葉で言うとやっぱりちょっとこの時弾けてますよね、うん、弾けた二人になってるっていうか、でもそれはやっぱり歌方ですよね、その結果を知ってる。いやね、それこと僕思うんですけどね、つまり私どもはその結果を知ってますからね、はい、なんですけども、なんか必死に思い出作ってるように思うんですよ、二人が。そう見えますよね、やっぱりどこかでそのなんかこうざわざわした感覚で、こんな今も本当に一瞬一瞬が輝いているけれども、こんな時は長くは続かないのだということを知っていたような気はしますよね。この新婚旅行の間でその2人の間でその会話をしていた、つまり世界を相手にというような会話があったわけですけれども、その話が現実のものになるのはその1年後でございまして、彼が海援隊を作るわけですね、坂本龍馬が。つまり海外に志を持つ人たちをこう集めてですね、で、交易集団を作る、要するに当時の人たちにはお指もつかないような、そういうその先を見る目が龍馬にあったということでございますけれども、しかし龍馬になかったのは時間でありました。今日のその時がいよいよやってまいります。幕末の政局は大詰めを迎えていました。第二次長州征討を跳ね返して勢いに乗る薩長両藩は、いよいよ幕府を倒すべく兵を動かし始めます。龍馬は全面戦争は避けるべしと考えていました。内戦となれば民衆が苦しむとともに欧米列強に介入の口実を与える。そして戦運は日に日に濃くなるばかりでした。龍馬はこの頃衣装をしたためています。万が一自分が死んだという知らせがあった場合は、お龍を本国土佐に送り返していただきたい。お龍は長州藩の庇護のもと下関に身を潜めていました。慶応3年9月20日下関にお龍を訪ねた龍馬は、わずか2日ばかりを共にして再び京へ戻ります。お龍が最後に龍馬を見た日でした。
龍馬の胸には戦争を回避する大仕掛けがありました。将軍に政権を自主的に返上させて戦の名分を取り除こうとしたのです。慶応3年10月14日大政奉還、龍馬の策を取った土佐藩主らの進言を入れて徳川慶喜は朝廷に政権を返上しました。幕府の消滅により戦争は回避されたかに思えました。深まりゆく秋の京の都で龍馬は新政府の構想を練っています。後の伝記によれば龍馬が作った新政府の閣僚名簿には龍馬自身の名はありませんでした。世界の海援隊でもやるさ、いぶかしむ人々に龍馬はそう答えたといいます。新しい時代はもうすぐ手の届くところに来ていました。もっと平和でもっと自由な毎日、傍らにはあの面白き女お龍がいるはずでした。お龍は龍馬が送ってくる手紙を支えに待っていました。必ず必ず帰り申し候、お待ちなされたく候。愛する男はいつも危険に身をさらしていました。しかしもう少し待てばその危険も去ってゆくはずでした。慶応3年11月15日龍馬は定宿の寺田屋ではなく大宮に宿を取っていました。刀を持った数名の男が忍び込んできたのを知らせる者は誰もいませんでした。龍馬は拳銃で反撃しようとしますが、近くの人たちで額を深々と切られてしまいます。かねて龍馬の命を狙っていた幕府方か、それとも平和的政権交代を唱える龍馬が邪魔になった薩長の仕業か、龍馬暗殺の謎は今なお残っています。時代を見通し転換期の日本を大きく動かした怪談時、坂本龍馬は新しい時代の幕が開く直前この世を去りました。享年33。私は泣いては恥ずかしいとこらえこらえしてましたが、とうとうこらえきれなくなってハサミで持って頭の髪をふっつりと切り取って、龍馬の霊前へ備えるが否や覚えずわーっと泣き伏しました。お龍は龍馬の遺言に従って土佐の坂本家へ身を寄せることになります。龍馬を育てた土佐、しかし坂本家の人たちは身一つで転がり込んできたお龍を歓迎しませんでした。面白き女と龍馬が呼んだ奔放な性格もいさかいの種になりました。
わずか1年でお龍は土佐を後にします。その際お龍は龍馬からもらった手紙を人には見せたくない、海岸で全て焼いてしまいました。龍馬がお龍に伝えた将来の夢や愛の言葉、何がそこに綴られていたのか、今となっては知る由もありません。実質3年余りの2人の生活でしたが、はい、どう思いますか。私は本当にやっぱり一瞬にして互いを求め合ったんじゃないかと思うんですけれども、うん、で疑いにそこでこう互いを試し合ったりする二人でもなく、その一緒にいると本当にその、うん、やっぱ魂が満たされてるっていう感覚をこう持ちながらね、でもあなかなか会えない、ね、それから怪我をして帰ってくる、命からがら二人で逃げる、いろんなことをこうくぐり抜けた3年で、時としては短いんですけれども、うーん、その生涯の特にお龍さんにとっては大半を占めるような、心の歴史の中では大半を占めるような時間だったのではないかと思いますね。さあ、これはもうぜひ今日伺いたかったことなんですけれども、うん、龍馬が死んだ後お龍さんは土佐の海岸で、うん、彼からもらった手紙を見寝ちゃうんですが、ここで彼女も命を閉じるんだったらまた話は別ですけれども、生きていてね、ずっとその龍馬一人を思ってね、あとは自分の人生を細々生きていきますなんていうのだと、だそんな幻想に生きる人ではないっていう感じがするんですよね、うん、その表向きはそのきっぱりと、ここからはその時が閉じるわけではなくて、ここからはその自分の命を生きていかなくてはいけないんだ、それが天命というものだっていうのは彼女の胸の中にはあったと思うんですよね。けれどもさて、その3年余りのその輝くような思い出をどう折り合いをつけていったらいいのか、うん、でその折り合いのつけ方に随分もがいたその後半生だったのではないかなというふうには思います。うん、どうもありがとうございました。幕末の若い二人の愛と別れの物語でございましたが、今日は最後にですね、この龍馬が死後のお龍さんの辿った道、これをご紹介しながらのお別れといたします。今夜もご覧いただきありがとうございました。新しき明治の世、龍馬が思い描いていた時代がここに始まりました。土佐を出たお龍は京へ戻りますが、生活が立ち行かず、西郷隆盛やかつての海援隊の大使を頼って東京へ出て行きました。お龍はその後露天商を営む西村松兵衛という男と出会います。明治8年、お龍は松兵衛と結婚、神奈川横須賀で暮らし始めました。名前を鶴と改めています。西村鶴が新聞社の勧めに応じて龍馬の思い出を語り始めたのは晩年になってからのことでした。寺田屋での暗殺未遂事件、楽しかった新婚旅行、
龍馬と過ごした3年余りの日々は忘れようにも忘れられないものでした。龍馬が生きておったならまた何とか面白いこともあったでしょうが、これが運命というものでしょう。死んだのは昨日のように思います。龍馬の死後40年後、お龍はお龍なりに生き抜きました。享年66。夫松兵衛は自分の妻の墓に坂本龍馬の妻龍子と刻ませています。龍馬の思い出の品を何も持たなかったお龍が心に留めていた歌が一つ残っています。また会うと思う心を知るべにて、道なき世にもいずる旅かな。龍馬がお龍に送った歌です。またあなたと会いたいと願う心を道しるべに、私は旅に出て行きます。妙な男と面白き女、歴史の大きな曲がり角で短くも激しく輝いた恋でした。愛する女と世界を巡る夢、その夢が幕末の風雲児坂本龍馬を動かしていたのかもしれません。